さあ、師匠、お疲れ様。お疲れ様でした。いや、今日のあの、はい、海はどうでした？海はですね、まあ、あんまり意外と潮は行ってなかったですね。まあ、でも、まあ、途中からは、まあ、潮が行ったり行ったり。前半は潮に苦しいんだと。じゃあ、津下田。三笘とのね、聖地三笘とのカンパチジギングだったけど、ショーね、勝ってなかったね。船長が悪いってことない？いや、そんなことありません。そう、思い切って言っちゃったよ、ね、東丸の船長のせいで釣れませんでしたもん。それはない、思っても言わない、思っても言わない。でも実際、なんだろうな、タイミングが良ければ意外といいカンパチ釣れるよ、ここで。まあ、イメージで言うと、まあ、2回に1回かなっていうか、でもお父さんだったらいつも毎回釣ってるから。そうだだってね、星さんはこう来て大体、まあ、基本的にカンパチ狙って大体10割バッターでしょ。俺も大体、まあ、8割は釣れなくても2割ぐらいは釣ってるから。2割すらっか。でもやっぱ潮がだるくて苦戦した。だって釣ったもんがみんな泳がないやつばっかだったもんね。色付きばっかだね。カラードカラーギャングばっかだったよ、ね、赤いやつらばっかだった、ね。まあ、でもまあ懲りずにまたやろうよ、ね。いや、お疲れ様でした。でもあれだね、ちょっとお父さん目覚ましいの一発行ったのにね、切らしたね。いや、あれは明らかにサメっぽくなかったね。まあ、俺の最後のやつもサメじゃないって言われちゃってんけど、確かにサメにしちゃやたら泳いでんだと思って。でも、で、天城軍団の伊沢兄、ね、でも前回はね、弟にやられてるからね。そうですね、本気旗だ。リベンジ、リベンジね、弟にやられてる。逆すぎやびっくり。弟のような兄にやられてんから、どっちがどっちかよく分かんないもんね。でも前回もサメばっかだったもんね。そうですね、前回もとでかいやつや。まあ、もともと名物だよね、サメはね。しょうがないですよね。ていうかね、やっぱり、はい、魚がいるとこにサメは絶対いる。それはもうさ、あいつらが一番優秀なフィッシュイーターだから、魚のいねえとこにサメなんかいないもん。いないですね。魚取れるところばっかだよね、はいはいはい、しかも楽して取れるところにあいつらいるから。でも浅場なんかそうですよね、島周りなんかみんな、これどこでもそうだよね、はい、全国的に ね、 そうですね、豊かな海ほどサメだもん。でもやっぱり最後見事だったな、サメだろうみたいな、もうどうせサメなのに魚ぶんなみたいなさ。最後みんなもうやっぱサメじゃんって、サメじゃん、サメじゃねえよみたいな、ヒラマサじゃねえかって。からのどんどん一瞬上がってまた下がったけど、サメからのヒラマサでおっつってブリじゃんみたいな着地。ちょっと不安定になる、ね、精神的に不安定になる。マラソンじゃないだけ良かったよ。本当。間違い。間違いです。マラソンに謝って。マラソンに謝って。マラソンすいません。マラソンに謝って。マラソンに謝って。でも高野部は高野部で初を泳がせ。一発です。面白かったです。まあそうだ。まず夢はあるから。はい。やっぱ難しいのはさ、意外とたっついたところをさ、縄をこう戻す作業っていうの。送り込んでっちゃうとああいう風になってるから、なんか細かくやってるつもりで。でもね、もっとこれがさ、夏の浅場の三宅島とかになると30メーターで160とか200とか出ててもたっつかないから。いや、厳密にたっついてんだけど、たっついたところで自分が分からないとラインを送ってっちゃうと、もうどんどん引っ張られていくだけだから、下手したらこうまだ。はいはいはい。だからそこのこまめな金の取り方だよね。はい、あ、でもいいじゃん、また泳がせマニアが一人増えればね、そうですね、嬉しいよね。そうですね。いや、もうあれ買ったから使うしかないですよ。間違いないね。そして周吾もな、はい、立派なリールがあるから、は
ぱ一本なんか曲げたいやりたいやったね。そうですね。なサメでも何でもいいからな。出上がりしか曲げたいな。一番でかいのつってるね。でもやっぱサメが食うようじゃ、その泳ぐ潮じゃないよな、魚が。やっぱり潮がきれいに通るところっていうのは意外とサメもつきづらい。やっぱり潮がひねったり、こう排水が悪いようなところにはああいうやっぱり悪玉菌みたいなのが悪玉菌だよ、たまりやすいどっちかってやっぱり裏の魚だよね、潮裏の魚だよ。だから表面上上っちょは表でぶっつけだけど中が逆いっちゃってんが、それも間違いない。まあ何せまた懲りずに頑張りましょう。お願いします。師匠またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ応援してください。俺も応援してるから。今度いつだろう師匠とは。え？師匠っていつ？何が？魚釣り予定。え？魚釣りの予定。あ、釣りの予定。次は7月末？ジギングパパさんの。うん。じゃあパパさんとカンパチのレジェンドと。カンパチリベンジです。カンパチのレジェンドと見込むと対決。ひょっとしたらほらその時に大きい行くかもしれないし。本当は今日行こうと思ったんだけど、多分早すぎるだっていう。早すぎると多分逃げ場がないから、じゃあどうしようかっつって。でも明日ほら海野さんがクロムツチェックしてくるから。でも潮が早かったら多分マイトルはロストしてリーダー毎回結んで4回投げてもう帰ろうっつっての可能性もある。なぜまたじゃあぜひやりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。